はい、どうもロロです。今回5問目ですね。いや、楽しみですね、皆さん。それはそうと、なんかお腹すきません？今日。非常にお腹空いてくると思うんですよ。なぜかわかんないんですけどね。僕もめちゃめちゃお腹空いててね、ちょっとね、ラーメン食べたいなーっていう気分なんですよね。まあそんな気分の時もありますよね。では、早速問題を解いていきましょう。今回はですね、なんかアトリエにある絵を持ってきた世話人の人が、ちょっと先生の絵を見てほしいんですよっていう流れでね、私、鍵屋なんですが、絵を作成することになっております。まあ、隣同士を同じ色にしてはいけないというと、まあ、塗り絵みたいな感じですかね。はい、では早速やっていきたいと思います。今日はなぜだか謎解きに気合が入りますね。なんでなんでしょうね。断言する。このゲーム何度やっても赤が揃うことはない。まあ赤ないんですけどね、結構なドヤ顔でしたけどね。はい。まあそれは置いといて、サクサクと解いていきましょう。ちょっとね、ここら辺で行き詰まりを感じてるんで、一回リセットしましょうか。私、必勝法に気づきました。このゲーム、必勝法が大丈夫。2個隣やってるとこからやっていくといいんですよね。3色なんで。はい。なんでそこから、もうこの色しか入らんなっていうのだけ埋めていけば、速攻でクリアできるっていう算段なんですよね。皆さんお分かりでしたか？やはりね、私ぐらいの脳みそを持つと一瞬で分かってしまうんですよね。あれ？なんか気づいたらちょっと謎解き終わってましたね。今日はフィーバーモードやった気がするわ。すごいなんか謎解き気合入りましたね。これが覚醒するっていう感じなんでしょうか。まあ皆さんもね、そういう時ってあると思うんで、まあ皆さんもね、ぜひ覚醒してみてください。それでは。